スタートボタン押してください。さあ開幕試合がバーグニーというなんとも豪華な本日のマニアックスでございます。あとツイッチの方にも、本日の組み合わせ、ダッシュボードというか下の方かなにも貼りましたので、ツイッチの方も見れます。モンビ見てね、よければ。一回リプライじゃダメかもね。ドトカルチョしてこれしたいよね。なんかそういう感じで外で見てると楽しそうよね。さあユリアン・ダットリーのこの対決。さあワンピー側は先ほど申しましたがフランス大会に向けて本日チームを組んだというこの3人ですが、さあタマコンがまずは押してるが拾ってる。スーパータックル80系、これは浮いている。なるほどにはいかず、ただダメージは取ってもう一枚押し込んでリープは立っている。テリブルもガード、あスイッチの方は駒ゲビーと思ってます。そうそうコンビ見に来てます。バッキングストレート、バックジャンプだけがさえて、これはユニアン的にはもう一個掴むかどうかだが、ぶっ込んできた。ガードしてる。うわー、ここはショートしっかりガードでしたね。さあまずはアレックス、ゲージ状況もお互いかなりいい。これあれですね、コンボ動画が火を吹く可能性ありますよ。さあチュワシチュワシ、タマコンここの反応はいいですね。ヘッドスカリには中パンコークと空中でも当たります。バッキングアップ、おお追いち、いい判断。ジュパンタックル、ウェイジス、あっちょっとコンボに行きたかったんですがちょっとミスちゃったかも。前風呂上を見てる、ワンとスリーがいかない。これはあるのか、テーブル届かない、ジャンプだけ、風呂出てない。ガチャトラッシュファイナルラウンドGo! さて、店が暑くてちょっとエアコンを入れます。さあこれは空中ぐらい、下段が通る、タックルが EX、 スフィアジャックタックル、コンボ選択完璧、さすがでございました。はい、いい感じのハイタッチしてますね。さあ先方対決はアレックス・イリアン。タマコンファイトとモンビーが言ってるんですが、これ応援するタイミングが遅かったですね。続いてが秋春ことタミ、マコトなの本当に。タミさんゲーム下手なのに茨の道を入ったらしいよ。ジャッキャラ選んじゃってと、超弱いじゃん。あ、ちゃんと思い直しました、ね、あ、思い直した。というわけでドミニーでございます。よう分かっとんなこれな。さあユリアンチュンディ、ドミニーも今日は楽しそうなブロックですね。あれね、これはあれですね、ミモラさんに、はい、ちょっとお前らちょっと弱すぎるからちょっと見とけというふうなあのお話で招集かかりました。最近ミモちゃんね、マニアクスすげえ強いもんね、はい、本当に。あのほらね、あの正義あと東京支部のあの雇用問題の話もいろいろ出てる作品ですから、ね、はい。この辺止めにそろそろちゃんと結果が出ないと、そうですね、あのちょっと悲しいことになりかねない。招集。さあ画面の方は、あ、でもドミニーもフランス行くんだよね。はい、奇跡的に呼ばれました。このバグニーのとは別に行くんだよ、なんか違うトーナメントみたいな。そうそう、波動トーナメントではなく、はい、そう、キンキンにその5月に2つもあって、はい、なんか都合6人日本人が招待されてるっていうから。そうですね、すごいよね。フランスに出荷されます。ちょっと今甘えてましたね。いや、悲しみのスピアでしたね。危なかったですね今。さあちょっとバグニーゴンボミスから1本落としてしまったが、そう、特にもね、フランス勢でもう少し俺が早くね、フランス行ければな。まナポレもあんなことにはならなかったの。でも、トミニー、はい、招待されて海外行くのは初。
初か、初だね。あおお、ちょっとモンビーによろしく言っといてください。モンビー、うん、モンビーとあとヤズによろしく。あとヤズにもよろしく。そうそうそう、フランスでいっぱいいますけど。ベリーランダムトミニーって書かれてますか。ここモンビーいるんですよ。あ、モンビーモンビーの、no. This is mind game not random OK。 わー、チョップでこれで取り返す。 This is mind game。 トミニーフランス人になるどちらかなるのはおかしいけど、どちらかというとフランスの血の方が濃いですねなるほど。さあ、画面は完全にコンボ動画になってるかな。さあ、遺伝ゲージがない。これはうめえ。さあ、2発目がちょっと入んなかったか。圧倒的ユリアンペース。ヒジヘッド、あれも分割入ってます。あー、下風呂強い。フランスに正義を広めに行きますよ何しに行くの。フランス先行組、はい、絶好調じゃないですか。最強でしょこれ。勝ちたがりすぎでしょこのチーム正義のメッセージを伝えに行きますフランスへ。伝えにメッセージ来ましたか。さあ、これで先方対象か。ユリアン対決、同キャラですね。ユリアン、ユリアン、ユリアン、こっちのユリアンでございます。こっちのユリアンとあっちのユリアンですね。 RX バーサスキー君。おう、平和解いてきて、はい、そうですね、争いをやめましょうって言って、唐木さんからゲームを終わらせた。しっかり暴れるから掴むんだよ。暴れなければ掴まないですよ。しっかりと話し合いですね。何しに行くのフランス。コミュニケーション。それじゃしょうがない。さあ、体力は互い少ないから前風呂。フランス行ったらあそこ行きたいな。ナポレオンが行った島、エルバ島だっけ、なんだっけ。あー、なんか聞いたことあるかも。ナポレオンの…でもどのくらいかの、1週間くらい行くの。いや、結構ね、ハードスケジュールらしい。4日間ぐらい、4日、5日割とハードだね、うん、移動の時間合わせるとあれだよね、結構厳しいよね。エルバ島だっけ。あ、そうだ。あ、駒さんお疲れ。駒さんよくあのこっちのツイッチには見てくれてますね。そうだね、俺がちゃんとフランスに生まれてれば。生まれてるも前科に。そう、外線も戦争の火種になってますけど、トミニー大丈夫ですか。じゃあ俺が生まれた瞬間にあの日本来ちゃったんだよ。俺がとどまってればそんなことはなかった。そんなことはなかった。正義の力で悪の炎に包まれることはなかったんだけど。なるほど。そう、日本に、そう、日本にレバー入れちゃった。カボンっつって。お土産なんかいいのあれば。あ、そうね、確かに。うん、面白そうなやつが。お土産話でもいい。あ、まあもちろんね。お土産話、思い出作ってくるわ。しっかりちょっと日本のあの強さを見せてもらいつつ、よければクーペも宣伝しておいてください。なるほど、はい、じゃあ大平さん、あのクーペティちょうだいよ。クーペティ、クーペティ、クーペティ来てくよ。じゃあ来て試合やるよ。え、勝てないの。それか、それか無敵時間。あ、俺無敵時間のキッズになったんだ。俺キッズになった。キッズになりたい正確に言うとメンハムキッズになりたい俺は。ただの欲望だな。どちらかというと、どちらかというとメンハムキッズがいいな。可愛いけどさ、メンハムキッズになっていい。余計なこと言ってたら、あ、終わってる。ダッシュXZから試合終わらしちゃったから今。はい、はい、3立て。